なぜあとを。そなたのような者に恨みを買われる覚えはないが。ただの芸者ではないな。何者だ。父の敵。忘れたとは言わせない。父。誰がそなたの父親だか覚えてはおらぬ。生きていたらまた会おう。ここは拙者らにお任せくだされ。そこどけ。切りたくはない。芸者ごときがそなたのようなものを手にかけるのは忍びないが、参る。多少はできるのか。お前を生かすわけにはいかぬ。かかれ。
何をしてる？芸者ゆえ少々甘く見ていたが、もう手は抜かぬ。かかれ！芸者にしては大したものだな。そういうお前もな、我らを愚弄したこと後悔させたやろ。次は刀でも投げるのか。
あの手だれをのう。よくぞ生きておった。次はもっと手強いぞ。また逃げるのか。また会おう。逃げるな、今日の名前。拙僧は金寺院は豪安と申す。お相手いたす。立てられ見事だ。女と見てくれるのか。私にやられて後悔はするな。口では勝てるな。しかし所詮は女。女と思って軽んじたことがあったか。言い訳は聞いておこう。やはり山辺の剣は。え？山辺の剣は何だ？何と言った？Thank you.
何者だって。あんたが倒れてたから助けただけだろう。ほらこれ返すよ。なんだか知らねえけど、こんな山奥で行き倒れでびっくりしちゃったよ。おいらそこで炭焼きやってる当時ってんだ。なんだかえらくうなされてたけど大丈夫かい。腹が減ったのか。よし、じゃあおめえこれ食えな。これ食え、握り飯うめえぞ。これ食え。安心しなよ。ほら毒なんか入っちゃいねえよ。え、ほらほら、もっとゆっくり食いな。そうか、大変だな。その侍をどうしても探さなければいけないのです。俺は力にはなれないな。そういえばそこの山間に竹林があってさ、昨日の朝イノシシかと思って気にもしなかったんだけど、人かな。どこですかそこは。あ、この道をまっすぐ行くんだよ。そしたら桜の木があって、そこから1里ほど。ありがとうございます。それじゃあ明日も早いから先に寝るよ。なぜ。Thank you.
すがだな。なぜお前たちは私の邪魔をする。さてどうしたもんか。あえて言えば金かな。正直に言え。小娘が口が過ぎるの。今度はお前が死にに行くか。おう、口だけは達者か。その憎まれ口もいつまで持つかのう。ヤンバラ先生は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 先生ヤンバラ先生よっ。私の命が尽きるか。勝負じゃ。なぜ邪魔をする。な
お前たちは何者なんだ。何者でもない。お前を知っているんだ。どういうことだ。何を言っている。踊り、芸者もいいもんだぞ。ことの、おい、おい、どうして私の名を。お前しかおらぬ。なぜ私なのです。他にもお弟子さんがいるではありませんか。わからんのか。山部の剣はお前しか継がせん。お願いです。私は芸者になりたいのです。何を言ってる。武士の娘が芸者だと絶対に許さん。Thank you.
くここまで来たな。お前のような小娘にやられたやつは哀れだな。どうせ卑怯な手でも使ったんだろう。私はそうはいかないわ。その顔切り刻んでやるからな。どうしようか。顔か、それとも喉を引き裂いてやろうか。お前はどっちが。余裕じゃないか。ならばその生意気な口を塞いでやるわ。刀がなければただの女か。その程度で得意顔をするな。何？
ったら分かるのだ。乗れ。この剣を継ぐのはお前しかおらん。父は心を決して。よいか。早くこの私を超えるのじゃ。分かったなこと。気は鋭く、振りは早くも柔らかく、踏み込みはつま先で捉える。よくぞ生きておった。ここまで来たことは褒めておこう。だがそれもこれまでか。どうした、声も出ぬか。ではすぐに楽にしてやろう。父のもとに行くがよい。もっともそなたの父は知らぬがな。なぜ父を裏切った。片桐兵衛、山部周五郎、娘か。思い出したか。何がおかしい。敵討ちもここまで来ればわしと変わらぬ。どういうことだ。お前が殺してきた者のことを言ってるのだ。言い逃れは聞きたくない。いざ勝負。腕を上げたな。黙れ。なぜ父を殺した。
した覚えなどない。嘘つくな。嘘ではない。あと 2,3 年もすれば父親をも超えたものを。なぜ父を。お前の父、山部周五郎は私はこれ以上先生には従いません。何を申す。兵衛、この件を継ぐのはお前しかおらん。しかし私にはできません。何故。この件はまやかしの件です。何。正体を知ればそれはただの剣術でしかありません。黙れ黙れ。得得したところで一度でも見せればそれは。何と申す。お許しください。ごめん。兵衛、待て。兵衛、お前はまだ小さかった。だから事の真髄は分かってはあらぬ。たわごとはたくさんだ。たわごとではない。なぜ父を殺した。そうだ、殺したではないか。探したぞ、兵衛。なぜ私を苦しめるのです。お願いです。私には先生の剣は継げません。分かってよ。私の最後の願いだ。山辺の剣は
娘琴乃に託した。故に兵衛、お前は命をもって尽くしてくれ。私はそなたの父親は殺したくて殺したのではない。今さら命乞いか。言い訳は聞き飽きた。父から受けた山辺の剣、受けてみよ。もうよせ。互いに無益な殺生になるだけだ。分かってくれ琴乃殿。分かりたくない。そなたが今まで戦ってきた者たちに覚えはあるか。皆先生の弟子だった者たちだ。思い出したか。我々は先生を尊敬し、生涯を捧げる決意で修行していた。厳しい稽古であったが、皆先生を信じ精進した。しかし我々に伝授しようとした先生の鬼山辺の剣は、実はそれがモルハの剣だと分かった。嘘だ。
嘘ではない。琴乃殿も薄々気づいていたはずだ。諸刃の剣、我々はもしもの時には心を鬼とし、山辺の奥義の抹殺を誓った。しかしまさかとは思っていたが、本当に幼き時の琴乃殿に伝授していたとは。そして父親への仇討ちの一心がここまで琴乃殿を強くしていたとは。改めてお願いする。山辺の剣は奥義を捨て、一人の女として生きてくれ。山辺の剣など関係ない。私は父の仇を討つ。兵衛、覚悟。よかろう。もう山辺の剣を知る者は拙者と琴乃殿の二人だけだ。呪われた山辺の剣、所詮は我なものよ。何が起ころうと互いに恨みはなしだ。見事だ。なぜだ。情けか。
子供を切るのは忍びないが、貴様の奥義をもらうためだ。悪と思うな。どうした臆したか。あの世で悔やめ。